吉野家でカービィ盛りを食べました。ご覧ください。2024年8月大阪九条吉野家九条店にやってきました。今日のお目当てはこちらです。カービィと吉野家のコラボ企画で第1弾が8月、第2弾が9月に催されて、それぞれフィギュアをもらえるということです。初日は人が殺到して品不足が問題になったんで、来年1月に再販するらしいですね。で、カービィのことはほとんど知りませんけど、なんかフィギュアが可愛いんで欲しくなってやってきました。この日、8月10日土曜日は30分前で一番乗りでした。10時から販売ということで、お店の人に指定された場所で待ちます。10時になったんで販売開始です。そやけどね、タブレットのどこにもカービィ盛りのメニューが載ってないんですよね。焦りました。すみません、カービィ盛りってどこから注文できるんですか？わかりました。サラダかジュースどっちがいいですか？そんなついてんの、はい、どっちかじゃあサラダお願いします。はい、ミニサラダで何ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、お店の方は大変丁寧に注文を取ってくださいました。ありがとうございます。来ました、カービィ盛り。持ち帰り用の袋もくれました。カービィ盛り税込み633円です。カービィ盛りといえども紅生姜は欠かせませんね。七味もフィギュアは食後のお楽しみってことにとっておきます。入れ物はこんな感じで、吉野家とカービィの合体した感じです。牛丼はまあ、普通の牛丼ですね。当然ですけど。でも美味しいです。やっぱり牛丼は吉野家やな。店内は持ち帰り客で結構な騒ぎになってます。で、カービィ盛りはタブレットじゃなくてお店の人に直接注文する格好ですね。数量限定だからでしょうね。で、カロリーは633キロカロリーで塩分 2.5 グラムです。昔はこのカロリーで驚いてたんですけど、最近900キロカロリーで塩分 6.5 とか食べ慣れてるんで、可愛く思えてきますね。だいぶ毒されてます。もう普通に牛丼食べてるだけです。美味しいです。つゆだくにしたかったかな。黙々と食べます。ミニサラダも食べます。ほんまにミニサラダです。この入れ物がね、慣れてないせいか大変食べにくい。角のところが癖もんです。ご飯が集めにくいんです。店内結構な人だかりになってきました。綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。食後のお楽しみということで開封します。あ、これはお持ち帰りが当たりましたね。これ欲しかったんですよね。ラッキーです。持って帰ってパソコンの前に飾りました。可愛いですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。